木杉さんのメロディーの中にお姉様の歌詞がこう出てくると、なんていうんですか、物語のね一シーンみたいな感じでこう頭の中に映画のワンシーンの横情景がわーっと浮かんでくるんですよね。すごく言葉が残るっていうか、すごいなと思うんですけどもね。だからコンビっていうのはもうずっと同じになってるのかなっていう、もうどちらにも欠かせないものなのか存在なのかなっていうふうに思ってたんですね。そうですね、まさにそうだと思います。まあ、僕のメロディーをやっぱり素で持ったなと思って、入るさせてくれるんでしょうかね。どちらが先にできるんですか？詞が先にですか？もうですから作業的にはもう分業なんですよね。ほとんどはメロディーがまずできるんですよ。はい。それで昔はまあ一緒に住んでましたから曲ができると自分で僕ギター弾いて、メロディーを口ずさんで、で目の前に兄貴が弾いてそこで詞を書いてもらうっていうことをやってましたけど、今はですから、デモテープを作ってですね、姉に渡してで詞をつけてもらうっていう、そういうような作業ですね。じゃあ、 作曲して木杉悦子さんの詩がついて帰ってきますよね。それを見た時っていうのは、なんていうんですか、その出来上がってみるとそれが失恋の歌だったりとか、すごくハッピーな歌詞がついていたりとか、いろいろですよね。それはもう大体こんな詞をつけて帰ってくるんだろうなって。それは前もってとか途中で電話かかってきたりとか、内容的にそれ悲しい方向に行くのか、もっと前向きにラブソングなのか、どちらにいるのか知らないとか、じゃあその曲のこんな感じの詩の方がいいかなっていうやり取りもあるわけですね。そうですね。あとはもう一つはアルバムを作るときは作る前に一つテーマを設けて、大きなテーマが。そうですね。ですからもうとりあえず聞いたイメージでも書いてもらうっていうことも結構ありますね。お互いに欠かせない、存在であるというふうな印象を受けましたけれども、さてここで曲をまたねお届けしたいんですけれども、思い出深い曲ということで選んでいただいたんですが、これはマイラグジュアリーナイト。そうですね、柴田初美さんが歌ったんですからね。この曲はですね、デビューして翌年なんですよ、77年。はい、全く僕らはレコードデビューはしましたけども、ほとんど無名だったんですけども、コマーシャルソングってイメージソングですよね、はい、車の。それで共作になりましたね、何人かのライター。で僕らのところにもその話が来まして作ったんですけども、まさか僕らの楽曲が選ばれると思いのほかだったので、あとこれが割とスマッシュヒットになりましたね。はい、それでどちらかというとライターの仕事の方がこの後増えた。そのきっかけになった曲でもあるわけですね。そうですね。では、はい、マイラグジュアリーナイトをお届けします。
スマッシュヒットからこう作品提供の依頼がたくさん来るようになったっていう風にあの話いただいたんですけど、木杉さんは本当にたくさんの方に提供をしてらっしゃいますよね。私一覧表見てびっくりしたんですけど、もう往年のアイドルから三浦友和さんから美空ひばりさんからもう各方面の俳優さんからもう本当に幅広いですよね。まあそうですね、うん、あのいろんなまあ声の持ち主とかキャラクターの方とかバラバラですよね。でその方たちから提供してくださいっていう依頼が来るとどういう形で作品を作られるんですか？基本的にはね、いい曲を作るっていうことですね。ただ曲依頼の場合は一応向こうサイドのその曲調の要望がありますよね。はい、
杉隆夫さんは本当にたくさんの方に作品提供をなさってましたけれども、同時にまあご自身のアーティスト活動もずっと同時進行だったわけですよね。そうですね、ええ、で、まああのライターとしての活動とアーティストとしての活動とまあ同時進行でやってきて、まあ、どっちに比重があの置かれるのかっていうことをね思うと、ライターなのかな、それともアーティストなのかなっていう、ずっとそんな時期が長くありましたよね。そうですね、まあ、デビューしていくとその前ラブジュアリーナイトがですね、まあ、ヒットして作曲の依頼がこう増えてね、はい、どちらかというとだんだんこうやっぱライターの仕事の方がメインっていうんでしょうかね、うん、なってきましたね。でもまああの僕自身もちゃんと定期的にっていうか、まあ、レコード出して、それでいろいろプロモーションもしたりライブもして、うん、やってきたわけですよね。ですからまああのできればやっぱり自分のシンガーソングライターとしてですね、まあ、ヒットが生まれればっていうのはもちろんありましたね。その時のきっかけになった曲っていうのがグッバイデーそうですね、グッバイデーっていう曲がですね、その次が夢の途中セラって期間中なんですけど、その前のシングルなんですね、うん、僕としてはまあ結構エポック的な曲で、この先のまあ自分のなんていうんですか、活動の方向性みたいなのを占うっていうんですかね、はい、そのような曲でもあったと思うんですよ。でグッバイデーっていうのはあのこれは珍しくこれ詩が先だったんですよ。あ、そういうこともあるんですね。あの、あの少ないですけども詩が先って何曲かあるんですけども、はい、うん、その中の一曲でね、でまあ詩も僕好きだったし曲も好きで、でしかもその楽曲があのドラマの主題歌に使われるということでね、ですからまあこれがうまくいかなかったらですね、やっぱり、まあ、シンガーとしてはダメなんだろうなっていうのがありまして、ですからライターに作曲の方に徹してね、うん、やっていこうかなっていうのは、ですからちょっとその結果をっていうのは、そうですね、そうですね、この曲もちょっとスマッシュヒット的なものになったんですよね、で、その後にセラー服の映画の主題歌の話が来てますね、はい、薬師丸ひろ子さん主演のセラーと期間中、ね、これも社会現象になるほどすごいヒットの映画で、曲も大ヒットでしたよね。そうですね、本当はだから映画主演はまあ薬師丸さんで、はい、その映画の主題歌は僕自身僕が歌うってことだったんですね、はい、だから薬師丸ひろ子さんのために書いた曲ではないんですけど、ね、途中であの本人があの歌うということになって、さてじゃあどうしようかっていうことで、本人が歌うものはきっとセラピー期間中の主題歌ってことです。僕の曲はですね、夢の途中という、まあ、オリジナルシングルで出すというそういう共作、まあ、同じ曲なんですけど、ね、タイトルは別で、そういう形で出したんですね。一応まあ僕はまあ正直あのその頃って薬師丸さんのそれだけ人気があるという存在ってのはあんまり認知してなかったんで、まあただただびっくりしたんですけどね、大ヒットになったっていうのは初めてでしたし、私もその頃そのお茶の間でテレビを見ていて、木杉隆夫さんの夢の途中という曲でたくさんテレビに出てらっしゃったのをすごく覚えてるんですね。そうですね、その頃歌番組も結構、増えましたしね、ありましたよね、当然そういうベスト10内に入って、うんうん、そういう番組もありましたから出ましたよね。そのまあアイドルの薬師丸さんが歌うのはセーラー服と機関銃で、その木杉隆夫さんが歌うのは夢の途中で、同じメロディーなのにすごくね、別の曲に聞こえましたし、で木杉さんの歌うその歌声に乗った曲っていうのも素敵だなっていう、まあ、同時にヒットしたっていうのがすごく珍しかったんですよね。そうですね、こういった形っていうのはそんなにないですからね、とか新しいなって思ったんですね。もうある程度ヒットしてだから ほっとしましたよね、その時は。
だから八嶋さんだけがポーンと出て僕のも出して僕のは全然ダメだったっていうとなんかちょっとね、でもまあグッバイデイそしてセーラー服と機関銃夢の途中その頃からだんだん木杉隆夫さんとしてのアーティストがこうだんだんとクローズアップされてきた時代なんですね。そうですね、実際、まあ、あのそこからが割とこう本当にツアーコンサートツアーってのちゃんとこう組めるようになりましたしね、まあ、長いキャリアを持ちなんでちょっと年代でいうと1981年頃なんですよその話が、ですから17年ということですよね。じゃあここで今ご紹介してた曲をお届けしたいと思います。まずは、ドラマ主題歌になって、スマッシュヒットにつながったというグッバイデイ、そして薬師丸ひろ子さんが歌ったセーラー服と機関銃です。